みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。稲妻チャレンジャー、この番組はレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りします。圧倒的な強さを見せつけて帝国学園の勝利。お前たちは敗れた。帝国のやり方は覚えているな。敗者に存在価値はない。やめ！たのかよ。これからまたラグビー部に交渉してだと思った。どうせ笑い者になるだけでやんすよ。七人ぽっちならテニスコートでも十分だろって。グラウンドが空いてる日にやればいいんじゃないの。そうそう、履いたことないけど。俺たちはサッカー部なんだ。フットボールフロンティア、今年こそこれに出ようぜ。な、ソミオカ、ハンダ。無理無理。壁山、クルマツ、シド。部員7人じゃ試合に出られんでやんす。あった。遅い、そこでシュート。うるさいでやんす。お前らな、サッカーをやりたくって入部したんだろうが。サッカー部がサッカーやんなくってどうすんだよ。あ、いけね。何一人で熱くなってんだ。頑張ってもしょうがないさ。もうすぐ廃部って噂もあるしな。廃部！遠藤くん！ああ、昨日。ごめん、グラウンド借りられなくて。仕方ないさ。みんなは？いつもと同じ。練習しろって言ってこようか？いいよ、そのうち
きっとやる気になってくれるさ。あいつらだって本当はサッカー大好きなんだから。じゃあまた河川敷行くんだ。小学生のチーム相手で練習になってる？あいつら結構やるんだぜ。昨日も見りゃ分かるって。全然いねえ弱小サッカー部ですよ。くだらねえガキ相手にたまげるか。安井さん、お手本見せてやっちゃどうです？いいねえ、やってやろうじゃねえの。あら、やっと。あいつに会えるように応援よろしく頼むな。いいからさっさと風呂に入る。母ちゃん、俺今真剣だったんだけど。そんな真っ黒な格好でご飯なんか食べさせらんないよ。はーい。たくも、誰に似たんだろうね。サッカーね。風丸、お前一流プレイヤーと競ってみたいって言ってたろ。もしやる気になったらいつでも言ってくれよ。放課後は鉄塔広場で練習してるから。ああ、そこに来てくれてもいいや。じゃあよろしくな。一流ってのは陸上の話だぞ。サッカー部、この僕が入るわけないだろ。せめてあと一人集まらないって時にもう一度頼みに来たら。あと一人？そうさ、このメガネが弱小サッカー部を救ったなんてかっこいいじゃないか。新聞部です。帝国学園と試合するにあたり何かコメントを。コメントって？そうだ、はい、何でしょう。部員募集の宣伝してくれないかな。サッカーなんて軟弱の極み、日本男子ならば素直で壊せよ。どすい。このままでいいの？サッカーやりたいからこのクラブに入ったんじゃなかったの？みんなにとってライモンサッカー部って一体何？
お兄ちゃん。分かってくれたのね。キャプテンそっくりでやんす。ずる。俺もそう思った。ずる。乗り移ってたっす、キャプテンが。ずるーん。すっげーいいところだろ。俺もここがちっちゃい頃からのお気に入りの場所なんだ。あのさ、お前も聞いてるだろ、帝国学園との練習試合。でもメンバー足りなくってさ、ずっと声かけまくってんだけど誰もやってくれないんだ。なあ、考え直してくれないかな。なんで辞めちゃったんだ。よかったら話してくれないか。もったいないじゃないか、あれだけのキック。最初に見た時俺鳥肌立ったんだぜ。辞めたには理由があるんだろうけど、サッカー嫌いになったってのじゃないよな。好きでなきゃあんなキックはできないもんな。お前よく喋るな。俺さ、お前とサッカーやりたいんだよ。俺たちが組んだら最強のチームができるぞ。もう俺に話しかけるな。じゃあなんで昨日ボールを蹴った。しつこいんだよお前は。よし、やるか。めちゃくちゃだな、その特訓。風丸、変な特訓してるんだな。あれだよ。読めねえ。お前これ読めるのか。うん、読めるよ。シュートの止め方が書いてあるんだ。それ書いたのじいちゃんなんだよね。じいちゃん。ああ、俺が生まれる前に死んじゃってるけどね。昔ライモンサッカー部の監督だったんだってさ。その時作った特訓ノートだし。帝国学園はスピードもパワーも想像以上さ。そいつらのシュートを止めるにはじいちゃんの技をマスターするしかないって思ってさ。お前本気で帝国に勝つ気なんだな。ああ。ん、え、あ、何。お前のその気合乗った。ありがとう、風丸。俺はやるぜ。お前らはどうするんだ。ん、キャプテン。どうも。みんな後。キャプテン大丈夫でやんすか。帝国と試合する前にお前の方がバテるぞ。大丈夫だって。こいつら俺が来るよりも前からお前のこと見てたみたいだぞ。ん、遠藤が他の運動部に声かけてるのを見てたら。ちょっとな。その特訓もなんかこう胸がジーンと熱くなってきたでやんす。キャプテン、俺も特訓一緒にやらせてください。俺もやりたいでやんす。一緒にやってもいいっすか。当たり前じゃないか、大歓迎だよ。あー、俺すっげー嬉しい。やろうぜ。やろうぜ。Yeah!
試合、助っ人に入ってくれる松野空介だ。僕のことはマックスって呼んでいいよ。君たちのキャプテン見てたらなんだか退屈しなさそうだと思ってさ。退屈って遊びじゃないんだぜ。試合は心配いらないよ。サッカーはまだやったことないけど、こう見えて器用なんだよね。ということだ。期待しようぜ。しかしこれでもまだ9人だぞ。10人だけど。ごめん、気づかないで。影野も入部したんだっけな。いいのさ、俺はもっと存在感を出せる男になりたくて来たんだからね。いらっしゃったみたいですな。義堂さん、なんでこんなチームと試合を。うちのスキルが上がるとは思えませんけど。面白いものが見られるかも。面白いもの。ああ、楽しみにしてることだな。よりにもよってこの学校とはな。これも因縁か。ライモン中サッカー部のキャプテン、遠藤守です。練習試合の申し込みありがとうございます。初めてのグラウンドなんでね、ウォーミングアップしてもいいかな。あ、どうぞ。なんだ、消えた。面白くなってきたぜ。